皆様、改めましてごきげんよう、チューリッププリンセスです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。先ほど、美食女ライブの方で、1曲目、瀬戸の花嫁を歌わせていただいて、その中で結構長々と、新年のご挨拶を申し上げておりますので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。こちらはイブイブクリスマス、イブイブコーディネートと全く同じコーディネートでございますので、ちょっと今日美食女コーディネート簡単に言わせていただこうかなというふうに思います。一応ね、今日から見てくださっている方もいるかもしれないので、私現在43歳、都内でこなし専業主婦をさせていただいております、チューリッププリンセスと申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様にはプリンセスちゃんとか、中には本当にお姫様とか姫様って言ってくださってる方もいて本当に嬉しいんですけれども、あとチューリップちゃんとかリップちゃんとか、結構いろいろそんな感じで呼んでいただいております。チューリップっていうのは父の好きなお花がチューリップでして、よくその私のイメージ的にもお花に例えるとチューリップって言ってくれることも言われることも多くて、当時にもそういうふうに言われたので、チューリップで、あとプリンセスっていうのはね、お姫様のやっぱりプリンセスなんですけれども、私がやっぱりこのいつも提唱しているね、美食女チャンネルの美食女なんですけれども、それをなんていうのかな、その変化球としてプリンセスっていうので、ね、チューリッププリンセスって言ってるんですね。で、美食女っていうのは、なんていうのかな、単にこう綺麗とか美人とかっていうことではなくて、そうですね、富士山のように、ね、正々堂々と悠々と、そして、ね、優美で、ね、できればね、エレガントで、でもね、気取ってなくってね、なんていうのかな、一番大事なのは心が温かい女性っていう風に言っています。そんな感じでね、正々堂々としてね、優美でね、気品があって、そして何よりもね、心の温かい女性、そんなキュートでね、いくつになってもキュートで、そしてラブリーエレガントな女性でありたいっていう私なりの思いを込めて、そうですね、美食女っていう風に言わせていただいております。その美食女を目指して皆さんと一緒にね、楽しくやっていきたいなと思って立ち上げたチャンネル、私自身を鼓舞するためにも立ち上げたチャンネルが、美食女チャンネルです。なので、その私の考え方に本当に共鳴してくださってる美食女の皆様が集まってくださって本当に嬉しいなと思っていてね、ね、これからも美食女を目指して頑張りますとか言ってくださったり、すごく私の、美食女ライブっていうのをやってるんですけれども、歌だったりコスプレだったりもすごくあったかく見ていただいて、一緒に歌ったよとかね、コスプレにハマってますとか言ってくださったりするのもすごく嬉しいですし、あとね、美食女ご飯が好きって言ってくださってる方もいらっしゃいますしね、美食女ご飯っていうのは美容と健康にいい、アンチエイジングにもいい、私がほぼ毎日のようにアップしているコーナーなんですけれどもね、そういうのもあったりだとか、あとそう、美食女エクササイズですね、こちらも本当に美食女の皆様にご好評いただいていて、今日もね、一緒にやったよとかね、言ってもらえてすごく嬉しいです。なので、さっき言った私のね、チャーミングでありながらね、一番大事なのは、ね、心が温かい女性っていうのを で、できればね、おしゃれも楽しみたいですし、できれば綺麗でいたいですよね。なので、そういう考え方をみんなで一緒に共有して、いつまでもね、チャーミングで魅力的な女性をね、一緒に目指していきましょうっていうのでやってみます。ね、でもね、本当に普段美食女ライブをやってるんですけれども、森高千里とかをこうやりだしてから、すごく男性のファンの方々も増えてくださって、すごくそれももう両方嬉しいんですけれども、
女性も男性もどちらも楽しんでいただけるような番組にしていきたいなっていうふうに思っていて、私はもう当初から言ってるんですけれども、温かい方であればどなた様でもどうぞ来てくださいって申し上げています。老若男女問わず年齢問わず来てくださいって言っています。私の今知る限りでは一番お若い方で30歳ぐらい、そして一番ご高齢の方で、70代の方まで言っていただいている中ではね、私が把握している中ではそんな感じです。なので心の温かい方であればどなた様でもウェルカムですし、男女問わずどなた様でもウェルカムですでみんないろいろ環境も違ったり住んでるところも違ったり、ね、立場やお仕事とかも違うかもしれないけれども、そんなことは何も関係もなく温かい方であればどなた様でも嬉しいなと思って両手を広げてお待ちしております。なのでね、そうではない方はねいつも申し上げているようにちょっとね人を引きずり落としたいとか冷たかったり、ね、嫌味だったりとか、そういう方はちょっとどんなに社会的な立場が上とか何か他のことに優れてるとか、ね、美しかったりなんかこういろいろと整ってたとしても、ちょっとそういう方はなるべく来ていただきたくないなとは思っているので、今年もね心の温かい皆さんと共にやっていきたいなっていうふうに本当に思っています。そんな感じの、一応私の主婦女チャンネルの私なりの概要っていうかね、思っていることを申し上げました。またすごくね前向きが長くなってしまって、私もいつもその時に思っていることをお話ししているので、いろんな方向にお話が飛んでしまうんですけれども、皆さんに受け入れていただいてやらせていただいています。ではイクイブコーディネートと全く一緒なんですけれども、ご説明申し上げますと、こちらはユニバーバルミューズの、白いワンピースで、こちらにお花模様がついています。で、こちらは、ちょっとオーガニックコットンだと思うんですけども、私はちょっとアレルギー体質とかお肌が敏感肌だったりアトピー体質がちょっとあるので、お肌に優しいものを身につけるようにしているんですけれども、綿本の綿のタイツですね。これはグレーにしました。やっぱりこう白とグレーっていうのも私おしゃれだなと思っていて、どっちもね淡いお色味で、すごくなんていうのかな、白とグレーって母も好きだったんですけれども、なんかこうシンプルでありながらなんか上品でエレガントで洗練された感じもあっておしゃれでいいなと思っているので、今日は白に、グレーのタイツを合わせて、そして、こちらはアンテプリモの、横に備中がついた、スウェードのロングブーツにしました。本当にイグイグコーディネートと全く一緒なので、そちらを見てくださった方はね、これだなっていう感じだと思うんですけれども、今日から見てくださった方もいると思うし、それを見てない方もいると思うので、もう一回言ってみました。ユニバーバルミューズのワンピースとアンテプリモのブーツ、っていう感じですね。で、中に着ているのも一緒なんですけれども、カールバーグレーっていうところの、ちょっとだけハイネックになって七分袖の薄手の、リブニットです。それを中に着てこんな感じにしています。なので七分袖なので袖も出なくて、あったかいしちょうどいいかなっていうふうに思って、すごくインするにも重宝しててね、買ってよかったなと思ってるニットで、この白と黒系と2色持っています。なので、黒と白があればね、いろいろ合わせられるのでいいなと思っています。ですね、あと何か言うことなかったかな。そうですね、一応バンクリーフですね。アクセサリーは、バンクリーフの白蝶貝のアルハンブラをつけて、もうホワイトにホワイトもいいですよね。あとこちらは母のものなんですけれども、なんかダイヤがいっぱいついたキラキラの指輪をしています。はい、ではフェイラーをご紹介します。
今日は、母とお揃いのフィーラーにしました。はい、こんな感じで、ピンクですね。こちら母は緑を持っていて、グリーンを持っていて、私はピンクを持っている。ちょっと小さめですね。ちょっと小さめなんですけども、フェイラーのハンカチになります。こちらなんかアイボリーで、このワンピースにも合ってるし、そこになんか控えめに可愛くバラバラがあって上品でいいなと思いました。そしてもう一つは大判にしました。大判のラナンキュラスにしました。こちらね、お食事の時とかにお膝に乗せるとやっぱり大きいとね、安心ですよね。ちょっと今日外食するかどうかっていうのはわからないんですけども、もしした時のために大判があると便利なので、あと またね、こちらのもう白だから何でも入るとは思うんですけども、でこのバラのようなラナンキュラスが入るかなと思いました。これでもバラみたいですね。はい、そんな感じで以上となります。こちらにね、またアクアイザーディッシュのダウンコートかな、ピンクベージュのこうパッと羽織ってきたような感じです。なので今日もね、優しい感じの、基本的にアイボリー、ピンクみたいなコーディネートですね。アイボリー、ピンク、グレーっていうね結構この組み合わせ好きなんですね。私ピンクグレーも好きだし、ピングレあとホワイトとグレーも好きだし、でやっぱりこの白、ピンク、グレーのこの3色合わせもすごい好きで、合うのでね、合うし、やっぱり優しくて上品で、そしてちょっと垢抜けた感じになる組み合わせだなと思ってるので、ピンク、白、グレーって大好きで結構しちゃいます。はい、そんな私の今日のコーディネートでございました。それでは皆さん、本日も今からまたいろいろ歌おうと思いますので楽しんでいってください。新年の挨拶はちょっと瀬戸の花嫁の方に言っておりますので、そちらを見ていただければなというふうに思います。では本年もどうぞよろしくお願いいたします。美食女チャンネル、皆さんでね、一緒に楽しんでまいりましょう。ありがとうございました。